Hi everyone, I'm at a bakery called Onni today, which is about a 10-minute walk from Kamioka Station in Yokohama. It is located in a residential area, and it always has a long line of people waiting to buy bread. Onni is well known for 70 types of bread, which Kenga Chef bakes fresh every day. So let's start our journey from the night before, as Kenga Chef prepares for opening. And if you like this video, please don't forget to hit the subscribe button. お客様が求める味をきちんと毎日し続ける黒糖の生地に柚子が入ってます。栗の甘露煮です。 ベーグルですね、これは。 クルミが美味しいんです。 溶けた状態じゃないとくっつかないんですよね。 アーモンドが。 自分の中でこれが一番美味しいと思って出すので、やっぱあの一手間を省いてしまうと、やっぱ自分が求めてる味じゃなくなっちゃうし、見た目じゃなくなっちゃうし。
で、そうすると これがパリパリになるので、はい、フライドオニオンを入れて食感も楽しく、コーングリッツですね、トウモロコシのを粉状にしたものです。クルミとスモークチーズ。
じゃが明太ですね。パプリカですね。バゲットになったりチーズフランスになったり失礼させた。このチョコが溶けるので、
のためにこの分厚い厚さに切ってもらって送ってもらってます。照り焼きチキン焼き上がります。ありがとうございます。受け付けて、照り焼きチキン焼き上がりました。来てくれるお客様みんなさん笑顔で来てくれるし、なんかこう楽しそうにこうやって見ながら選んでくれてるんですけど、でもやっぱりそのお客様も実は悲しいことがあって、なんか元気出したいなみたいな思いで来てくれてる方も中にはいるかもしれないじゃないですか。でもそんな方がうちのファン見て笑顔になってくれたりとか、なんかね、ちょっとでもこう元気が出たなとか思ってくれたりとかしたら、そんなこうパン屋冥利に尽きることはないし、Thank you for watching my video all the way through, and if you like it, please don't forget to hit the subscribe button.